闘チャンネルです。今回は、ヤクルトの新外国人投手、起用ニケラ投手について解説します。遠投チャンネル、ヤクルトが21日、新外国人選手として全米大リーグ、全ドジャース参加 AAA の起用ニケラ投手の獲得を発表した。1年契約で年俸100万ドルプラス出来高。対談したマクガフの代役として、実績十分の右腕を球団は守護神候補として獲得するに至った。背番号は11。まずはケラ投手のプロフィールを見てみましょう。国籍はアメリカ。1993年生まれの29歳。185センチ104キロ。右投げ右打ちの投手。2012年 MLB ドラフト12巡目でレンジャーズに入団。その後パイレーツ、パドレスと渡り歩き。2021年5月19日に右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季 MLB の登板はありませんでした。続いて成績を見てみましょう。リリーフとして通算243登板、23勝13敗、28セーブ、59ホールド、227回3分の1を投げ、防御率 3.33、奪三振率は 11.04 と非常に高く、与四球率は 3.40。2015年は68試合に登板し、29ホールドポイント、防御率 2.39。2018年は54試合に登板し、24セーブ、防御率 3.29 という成績で、2022年 AAA の成績は、16登板、15回3分の1を投げ、防御率 5.87、奪三振率 9.39、与四球率 8.80 でした。続いて投球スタイルは、今シーズン MLB の登板はなかったため、2021年の MLB 球種割合を見てみると、ストレートが 53.2%、パワーカーブ 46.3%、チェンジアップ 0.5%、平均球速はストレートが152キロ、パワーカーブ131キロ、チェンジアップは144キロですが、1球しか投げていないため、参考程度に、最速159キロのストレートと、縦に大きく曲がるパワーカーブを軸に投げ、奪三振能力の高い投手です。ケラ投手のコメントは、コーチやチームメイトから日本の野球を学び、チームの優勝に貢献するために全力を尽くします。スワローズにさらなる成功をもたらすことができると確信しています。続いてヤクルトの奥村国際グループ担当部長のコメントは、日本のプロ野球でエースがつけてもいい番号。いきなり抑えのエースとしてやってもらわないと困る。彼のカーブは高速でキレのある叩きつけるカーブで、思わず手が出ちゃうと思う。今は全く治療をしていない。ウィンターリーグでも投げる準備をしていたくらい。1月下旬に来させて、一緒に浦添に入れるように準備しています。3月下旬の開幕に備えてほしい。トニー・バーネット編成部アドバイザーは、ケラならすぐに抑えができるんじゃないの、とコメントしました。以上、ヤクルトの新外国人投手、起用ニケラ投手の解説でした。この動画が少しでも良いと思ったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは主にスワローズに関する動画を投稿しているので、遠投の皆さん、そうでない方もぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。それでは最後までご視聴、ありがとうございました。